少しおふざけ要素の動画を投稿すると登録者が減る男、どうもハイチです。どうしてだよ。はい、すいません。はい、行きましょう。はい、じゃあ今週のダラダラジオでございます。今週がですね、自粛期間に細マッチョになりたかったっていうねテーマで話していくんですが、まあ、冒頭の話をちょっとさせてくださいよ。昨日ですね、見ていただいた方もいるかもしれないんですが、質問コーナーというかね、ちょっと軽めな質問に答えていくっていうのをね動画投稿したんです。そしたらですね、まあいつもなんです、ちょっとおふざけ要素にね寄った動画を投稿すると最初の段階で結構登録者が減るのはいつもの現象なので、まあまあいつもだなとは思ってはいるんだけど、開始投稿して15分で30人ぐらい減りまして、結局50ぐらい落ちたのかな、最初50落ちて、そこからまあね増えていきましたけど、もうどうしてだよだよって思って心の叫び出ちゃいました。すいません、似てないモノマネを失礼しました。で、今週はですね、その自粛期間に私ちょっと結構筋トレをやってまして、そうで、もともとジムにもちょっと通ってたんです。でも通ってるっつっても週2回ぐらい、1回30分ぐらいの、まあ本当ちょっと筋トレみたいな感じしかやってなくて、で、まあ、それもねジムも行けなくなっちゃったから自粛期間で、でどうしようかなってなった時に、こう YouTube にさ、いっぱい筋トレのさワークアウトみたいな動画あるじゃないですか。自分だったらノガチャンネルとかね、あとはあれメジャーリーガーの前田健太さんのねワークアウトの動画とか、その辺を結構見させてもらったりとかしてるんですけど、でそれを見ながら、でもそれでも1日本当10分もしないぐらい、今はちょっと自分でメニュー決めて好きな BGM に合わせてみたいなやってるんだけど、まあ、そういうのやってたんです。でまあそんなに変わってはいないんですけど、ただなんかこれはニュースでやってたんだけど、コロナ太りを感じてる女性、確か20代から40代の女性が確か 60% ぐらいなのかな、そうそうって言ってて、でまあその中では太ったってことはないかな、多分この自粛期間に。どっちかというと結構ちょっと筋肉ついてきたかなっていう感じはしているので、まあ、そういう感じだったわけよ。そう、まあ細マッチョにはなれなかったんだけどね。まず細くなってないんだよね。そう、脂肪落としてないからさ、そう細くなってないしマッチョにもなれてないんだけど、まあまあまあ、でもそのね自粛になった時にすぐその筋トレ始めようって言って結構始めたんですよ。そう考えた理由っていうか、そこがちょっとね今回伝えたいところで話していこうかなと。まあ勉強ってところにもね、とかにも通じるものもあるかなと思うんで、はい。前置き長くなりましたけど、まあでもここまでの話の流れで多分想像つく方もいるんじゃないかなと思うんですけど、自粛がね始まった時に、まあ、どれぐらい続くかとか分かんなかったじゃん。最初は1ヶ月ぐらいかなってなって、それから結局伸びてったわけだけど、でもまあ1ヶ月自粛かってなった時に、まず、まあ、自分はね子供たち相手の仕事、学生相手の仕事してるから、その学生のね、生活リズムが崩れるなっていうのはすぐも思ったから、まずそこに対して何かできないかなと思って、ちょっと今できなくなっちゃったけど、3月の頭は午前中にね生放送やって、みんなで勉強しようみたいなのやったりとか、朝ひとまず勉強する、ちゃんと起きて勉強するってリズムが生まれればね、午後はまあ好きに使ってもいいと思うよ、ダラダラしてもいいしねと思って、まあ、そんなことやってたんだけど、であともう一個が、あ、これ絶対太るなと思ったの、自分がね。そう、これもともとさ家で活動してる人間なのでそこまで大きく変わらないわけけれど、おそらくその自粛っていう流れとともに自分のね、まあ、気がめいるじゃん、やっぱりそれは多分日本全体的に気がめいっていくのは目に見えてたから、その中でこうなんていうのかな、はぁってはぁやる気出ないっていう流れに乗ってしまうとあかんと、多分太ると思って、俺すごい太りやすい体質なので、そうだから筋トレ始めようって思った。でもう一個が、そのなんか結構サイトとか SNS とかでもそうだったけど、その太ったっていうのがね結構なんか序盤も出てたから、それちょっとなんか家にいるし動かないし食べるしみたいな、でそう見た時に、でなんか結構さそれを見てさ憂鬱になってる人とかもいたんだけど SNS で、あ、これチャンスじゃねえと思ったわけ。だってみんながさ太りやすいっていう状況になってる時に、まあもしそれで痩せてさ筋トレでちょっとしまったらさ、ただでさえさ、あ、ちょっと痩せたねとかしまったねってなる上に、みんながうまくいってない時に自分が頑張ってうまくいったらさ、さらにプラスアルファなわけよ。え、この期間にみたいな、すごいねって、あ、これチャンスみたいなに思って、まあ、もうそこまでねガチャガチャ細マッチョになろうなんて思ってないよ。だったら1日もっとねやんなきゃいけないわけだけど、
でも痩せないように結構食事の量とかも結構コントロールしてて、こういっぱい食べちゃった後、なんか自分ね、なんていうのかな、食べるの大好きなんですよ。いっぱい食べるんですけど、胃の中にいっぱい物がある状態がちょっと気持ち悪いんですね。なんかわかりません？いっぱい食べた後ってさ、こう胃の中がズンってなってる感覚って伝わるかな。それがなんか、なんていうの、正しく言うと不快だって言い聞かせて思い込ませるようになったんだけど、だからその、あ、胃の中にいっぱいある、ちょ気持ち悪いな、あ、別に吐き気してないんだよ、ね、その感覚が気持ち悪いなっていうふうに思うようにして、そうしたらそのやっぱちょっとその後その胃の中にいっぱい物が入っていたら、その翌日とかは食べないってことはほとんどしないんだけど、食べる量をちょっと少なくしたりコントロールしてって、胃の中をこう軽くしていくっていう、だからそれでコントロールして、もちろんいっぱい食べた日とかね、美味しいものをね、そのなんだ取り寄せるというか、そのテイクアウトとかして食べた日もあったけれど、それでなんかコントロールして、まあ、筋トレもしてって感じでやってたので、今回なんでこの話をしてるかっていうと、みんなも勉強にしてもそうだし、まあ、社会人の方もいらっしゃると思うんでね、このダラダラ上結構聞いてくださってるから、社会人で働いてる時もいろいろ嫌な場面ってあるわけですよ。ピンチの場面っていうか、だから今回も勉強で言うんだったらさ、学校行けんし、塾行けん、塾もねやってないとこ多かったから塾行けんし、でさ、オンライン授業とかさ、その YouTube とか分かんないけど、そう、うまく今までできてた、できない、できてた勉強方法が取れなくなると、でどうしようってなるじゃん。その時にやっぱ人ってさ、変化って弱いから、どんな人でも弱い人が多いから、その変化に対応しないで、あ、どうしよう、1週間みたいなね、時間が経っちゃうわけよ。でもそこをうまくね、もうしょうがないじゃん、環境とかってのはもちろん変えられないから。じゃあこれってみんながさ、そのね、うまくどうしようどうしようでなってる時にチャンスだと。だってみんなが足踏みしてんだよ今。そう、足踏みしてるから、そこで一歩踏ん張って、とかちょっとこう目線を変えていく、見る角度を変えて、どうしようかなと、自分これチャンスだぞと、どう伸ばしていくかみたいなね。そうやってどう伸ばすかっていう、ね、今この現状どう耐えるか、耐えるってちょっと後ろ向きな感じがするから、どう前に進んでいくっていう、そこを考えることによって差がつけやすいわけよ、周りと。そうやってね、結構大事な発想だと思ってて、自分も社会人ね、もちろん最初営業マンやったりとかさ、塾講師やったりとかしてきたわけよ。まあ、それなりに働いてきたから、いろいろあるの、働いてる時もあるよマジであるんだけど、まあ、ピンチはチャンスじゃないんだけどさ、そのピンチの場面っていうか、ちょっとうまくいかねえなっていう場面をこれどうするっていう、そういう発想、まあ、これがポジティブっていう言葉で合ってるか分からないけど、そういう発想っていうのはすごく大事だと思っていて、うん、だから、まあ、今回みたいなコロナみたいなだけじゃなくって、みんながうまくいかんなって思ってる時、だって俺うまくいかないなって時にめちゃくちゃへこむぜ、特に YouTube なんて数字の世界だからさ、うまくいかねえなって思うこともたくさんあるんだけれど、その時に、いや、これは成長のチャンスだと、ね、うまくいってないと、うまくいかない理由を発見して、そこをうまく改善してって、変化、自分を変えることができたら成長するかもしれないね、そのチャンスでもあるわけだから、 そこをどう捉えるかっていうのは大事よっていう話をしたかった。そう、そう、結果的に細マッチョで慣れてない男からのアドバイスなんでね、説得力に関してはちょっと皆さんの皆さんのね、器の広さを見せていただいて受け取ってもらえたらと思うんですけど、はい、っていう感じです。でさ、最後にさ最近YouTube でも話題になってる手越さん、元ニュースのね、手越さんのあるじゃないですか。なんか最近何件、昨日 2,3 人かな、メールでさ、手越くんについてどう思いますかって話してほしい、ダラダラ上でね話してほしいってあって、いや、これに関してはかなりニーズがないと思うんだけど、まあせっかくだからちょっと話すわちょっとだけね。もともと別にその私はニュースのファンとか手越さんのファンではないですし、まあ、ニュースはチャンカパーナが好きってぐらいなんですけど、歌に関してはね。なんだけど、まあ、手越さんさ、いろいろ週刊誌とか見ると言われてるし、まあ、結構ね、破天荒というかさ、その女遊びがとかあるとは思うんだけど、人としては見てて好きなのね。 それは別に本質のところは知らないし、メディアとかテレビに映ってる手越さんだけ見ると、俺は見てて元気になるなって、面白い、なんて言うんだろう、まあ、ポジティブというかさ、あそこまで明るいというか、そう、自分ってバーンってやっぱり突き出せる人って、いや、強いなって思って見てたんだけど、でその会見をね、まあ、見させてもらって、まあ、全部見てないよ、2時間フルは見てないんだけど、見て、でどっちかというとその後よね、 YouTube で今2本目かな、昨日出してたよね、会見の裏側みたいな、でそっちはフルで見させてもらったんだけど、俺はいいんじゃないかなっ
と思っていて、ただどこまでが本心かわからないし、その会見にしてもね、やばかな、これあんまり変な突っ込むと怒られるかもしれないけど、例えばその医療従事者の方と会ってたと、ね、女性とご飯食べてたんで、ちょっと会ってたけど、その会ってたら仕事だったからしゃあないと、まあまあ筋通ってるように見えるけど、いやリモートでやれええやんとか思うよ、それは突っ込むとかいっぱいあったけれど、でもあそこまで自分の言葉で、まあおそらく台本ないと思うよね、もう自分で質問されて普通に返してたし、特に止まることもなく、だから本当自分の中で思ってることを多分普段からすごいいろいろ考えてらっしゃる、普段からいっぱい考えてるから引き出しが増えていくんだよね、で引き出しが増えていくからそれを出していくっていう、うん、だからその点はあなんていうのかな、あら見てて好きだなって思う。やってたことが正しいか正しくないかは分からん、まあ、なんだ、自粛期間に仕事で外出て女性とご飯を食べてたのは俺は間違ってると思ってるけど、それに関してはね、うん、でその女性関係とか分からんじゃん、それは何が真実か分からないから、それはちょっとコメントは控えますけど、うん、まあ、YouTube で見た2本の、ね、会見とその裏側の手越さんを見ている限りは、あ俺はいいなってなんか思ったよ。なんつうのかな、多分これからも見ると思う、チャンネル登録したもんだって、あの日に、うん、した見ると思うな、いつまで見るか分かんないけど、そうだね、でなんか願わくばっていうか、本当好きにやってほしいなと、変に YouTuber とかコラボせずに、なんか自分のやり発信したいものをどんどんやっててほしいなと思いますね、まあ、伸びていくというかすごくなると思うけどね、うん、あとはまあ大丈夫だと思うけど、なんか変な人に変な人にね、なんか絡まれなきゃいいなって感じかな。そうそうそう、手越をうまく使ってやろうっていう魂胆の人とかが、まあ、いっぱいいるだろうからさ、それはさ、なんていうふうには思っておりますっていう話を、はい、以上でございます。すいませんね、手越さんの件で心を痛めてるファンの方にはね、何言ってんだ、何も知らないのにと思うかもしれないですけど、まあ何も知らないからこそ思ったことです、俺に関しては、うん、俺はまあ普通に好きですけど、多分これからも見ると思います、応援してるってわけではないですけど、うん、普通に見させてもらうかな、楽しくと思っております。以上です。あー頑張ろう頑張ろう、これ撮ってるのがさ、その前日なんで、登録者が伸びないっていうのをね、さっきこう単なんだろう見て結構あとね、その辺でやってるからさあーもうって思ってるわけなんだけど、まあ、頑張ります。もうちょっとで100万なんでね、ひとまずそこまで突き抜けてやっていこうかと思います。はい、ということで、また来週ね、何か喋っていきますので、よかったらまた次回の方も聞いてみてください。では今週のダラダラジオはこれで終わります。以上です。ありがとうございました。